真田選手。ありがとう真田。マジで。マジで。やっぱ実力的に抜けてるっていうね、逆証明でもあるんですよね。はいはい、顔が何色に染まってるかもう分かんない状態だったわけですよ。どんな技が来ても返せない状態になってた。はい。相手のフィニッシュ食らってしまってますね。また狙ってる。いや、意識ありますか。大丈夫ですか。いや、マジか。前でいた。カウンターと距離が離れた。さらに、おコーナースプリッシュ。終わらせる。次ここに来るときはニュージャパンカップ優勝して、さらにはベルトを巻いて、うん、帰ってきたいと思います。確実に負ける自信がありません。ニュージャパンワールドナウということで、3月16日、愛知県体育館大会、ゲスト解説田中宏社長でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。開始冒頭からいきなりアクシデントといいますか、うん、そうですね、デビッド・フィンレイ選手がね、はい、あのメインイベントで後藤選手と、うん、戦う予定だったんですけれども、はい、体調不良によりそうです、ね、急遽欠場ということになりまして、うん、後藤選手が、不戦勝、はい、ベスト4に勝ち上がりだったんですけど、こういった、ね、アクシデントというのは本当にないに越したことはないんですけれども、はい、会社としても本当にいや大ピンチでしたよ。でしたよね、はい、はい、大ピンチでしたが、はい、それを救ったのが真田選手。ありがとう真田。マジでマジでちょっと丁寧語忘れるぐらい高校長になっちゃうぐらいありがとうマジで、うん、もう1試合のね準々決勝、はい、真田選手と、うん、ジャック・ペリー選手がの試合が急遽メインイベントに、はい、変わりまして、ハウス・オブ・トーチャーの介入に次ぐ介入をですね、もうトーチャー問題がねやっぱ、はい、新日本プレスの公式の X にも来るし、はい、僕にも来るし、はい、ただね、はい、他の競技でも反則ってあるじゃないですか、はい、それは何でやるかっていうと勝つためなんですよね、はいはい、どうやって登ってきたっていうところで、まあ、一発勝負のトーナメントなんで、はい、よりねその緊張感がファンにもあって、はい、アンスがより許せないっていうね、こう感情は分かりますし、はい、その実力で負けててもなんとかして勝ちたいっていうトーチャー側のやり方方法論っていうのもやっぱこう一競技者としては理解はちょっとはできるんですよね。そんな中でですね、はい、このニュージャパンカップハウスオブトーチャーの介入で、うん、後足の悪い決着というのがね続いてた中で、はい、今日急遽ねこの組まれたメインイベントに昇格したこの試合までバッドエンドになってしまうと、うん、非常にねあのファンのフラストレーションたまるんじゃないかと。いやもう本当ね今日それだったら今日それだったらおい棚橋本部的何やってるんだって言ってバンバン来たと思うんですよ。ですよね、僕ね、はい、いざとなったらヘッドセット取って、はいはい、行ってやるかっていうね、気持ちはあった。あのもうちょっと気持ちとしては太一選手と上村選手が入ってくるまで行こうかと、行こうかっていうもう本当にぐらい、お尻が半分浮いてたぐらいに、いやそんな中でね、うん、あの太一選手上村選手の助立ちもあり、はい、真田選手の逆転勝利と、はい、連覇に、あと2つですね。いや真田の安定感っていうところが、ね、見えますよね本当にこういうところで、はい、あの東京ドームで内藤選手に敗れて、はい、2月にもまた内藤選手に敗れて、はい、ここで優勝してね短期間で3度目の挑戦ってなる、いやタイトルマッチとなるとね、はい、それであの先ほどね実況の時にあの言ってたんですけど一番こう長くベルトを、ね、落ちてたっていうね、うん、世界ヘビーをね、はい、やっぱそういうやっぱ実力がないとできることはないので、はい、またここで真田浮上論が、ね、来るかもしれないですね。大暴論こんだけね他の選手が充実してきてる中でこのねあの同一カードをやらざるを得ないっていうのはその選手がやっぱ実力的に抜けてるっていうね逆証明でもあるんですよね、はいはい、うん、なのでまあ力でね勝ち取れば誰も文句ないだろうということが、はい、そうですね、では最後のステア、はい、社長よろしくお願いします、はい、じゃあ最後にニュージャパンワールドナウをご覧の皆さん愛してます。さあこのリングの中よく見ていると、よく見ていると絶対に決めた、返せ、カウント3、いいかおい内藤、お前の運命は俺の手のひらの中にあるんだよ。もう一個言ってやるよ、お前は俺の会社の駒の小さな一つに過ぎない、おめえのことを潰してやるからな、分かったかよく覚えとけ。
やー今日でですねベスト4が揃ったというこの静岡大会だったんですけども、はい、まずセミファイナルでございます。準々決勝辻選手対成田選手ということで、まあ、過去、令和総合30戦くくられたっていうこの2人でもありましたけども、はい、いやこう立ち位置をガラッと変えてですね、はい、この戦い岡本さんはどういうところが気になりましたでしょうか。そうですね、まあ、やはりその去年の G1 クライマックスとはまるで別人になった成田選手、はい、どんな手で来るのかなと、どんな手で来るのかなって思ったっていうのは嘘で、まあ、こう来るだろうなっていうふうに来たんですけれども、はい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 、やはりねハウスオブトーチャーの面々が乱入して大乱戦となったんですけれども、うんうんはい、まあロスインゴデルナブルジャポンからもブッシュ選手ヒロム選手の助立ちがあり、はい、最後のフィニッシュ、はい、なんと、はい、ルチャちゃんとカサドーラからの丸め込みでですね、はい、とっさに出たというかこう染みついてるのがこのメキシコの技だったっていう、成田選手はメキシコは経験多分ないと思われますんで、そこスポットうまくはまりましたよね。いや、 やはりその辻選手ってジェフコブ選手を真っ向から倒すぐらいのパワーの持ち主であって、ジーンブラスターっていうすごく強烈なね、はい、フィニッシュホールドがある中でああいう勝ち方もできるっていうのは、はい、やっぱりこう物が違うなと。そうですね、はい、もうパワー技もいける、空中技もいける、丸め込みもできちゃうという、はい、いや素晴らしい戦いでございました。ただですね、まあ、そこにいろんなものが入ってきました。ハウスオブコーチャー、そうなんです、そのままで終わらなくて、はい、そのままメインイベントになだれ込むと、なだれ込んでしまいましたね。で高見選手は最初このテーピングの方やっぱ厳しそうでしたね。そうですね、やっぱりその右はね、あの高見選手生命線と言っても過言ではないので、はい、右腕あの肩にダメージが蓄積して右腕なかなか思うように使えなかったっていうのがまず一つ敗因になってしまったんですけども、まあ、そうですね、まあ、ただそれが敗因というのもなんか言いたくないような最後は、いやーこのなんだかんだやっぱこのハウスオブトーチャーのやり方っていうのはひどかったですし、何ですかブス選手の毒斬りがあって、はい、金村選手のウイスキー、はい、そしてパウダーなのか白い粉なのか、なんか粉持ってきましたよね、はい、あれ粉、本当もしパウダーであれば僕もやられたことあるんですけど、本当目の中がジャリジャリするじゃないですけど、めちゃくちゃ痛くて開けられないんですね。まあ、その前ももう散々やられてますから、はい、顔が何色に染まってるかもう分かんない状態だったわけですよね。もういわゆるこう飛んだ技が来ても返せない状態になってた、ね、はい、返せないです、はい、何が来るかも読めないし、相手がどこにいるかも見えてなかったかもしれない。そんな中でのいい棒でやられてしまったということで、まさかのここで辻選手と高木選手が消えてしまいました。はい、内藤哲也選手が本命とした高木選手がここで脱落。いやー、しかも最後の何ですか、あの高木選手とか内藤選手の師匠のハイマニングチーさんをなんかこうボロッと言って、いや本当ですよ、あれなんか戻っていかないんですかね、本当に浜口ジムの関係者の方には全力でですね、はい、浜口さんにあの映像が届かないようにですね、はい、はい、確かにね、見てほしいですね。いや高木選手悔しい、辻選手が待ってたんですよ、準決勝で悔しい表情してましたよね。これはね、はい、あの立花秀夫が待ってたのに負けてしまった国見ヒロの心境ですよ、H2 のそういうことですね、はい、いやでもこれね、もう今日の明日で、明日がもう準決勝でございます、はい、これで、ね、ダメージまだ残ってると思いますね。今日準々決勝やった2人はまだダメージ残ってるはずなんですよね、はい、なので明日どうなのか。そうですね、準決勝真田選手対後藤選手、こちらも真っ向勝負というか、はい、純粋なプロレスを楽しめそうですね。そうですね、あの、はい、連覇を狙う真田選手に対して、うん、ニュージャパンカップ唯一の連覇達成者である後藤選手、はい、うん、そしてどちらがね決勝に進むのか。もう一つは辻選手とイーグル選手、高木選手の敵討ちになるかと、あとこのベスト4は、優勝経験者が3人いる中でそこに入ってきたのが辻選手ということなんで、はい、そうですね、あの新世代と言われる選手たちが、今年ね、あの台頭が望まれる中でニュージャパンカップに軒並みエントリーして4強に残ったのは唯一辻選手、世代交代を完遂させる切符をただ一人手にしているのが辻選手ですね。そうですね、なんとかこれをですね、うん、最後まで皆さんもう佳境に入ってきましたんで、はい、ぜひ、ライブ配信でご覧になっていただきたいと思います。はい、じゃあ岡本エキスパーさん、何か視聴者の方にあればメッセージをお願いいたします、はい、そうですね、もう あと準決勝と決勝を残すのみなのでですね、はい、まあ、あとは結果を見て、はい、本当にハードなスケジュールですけれども、誰がこの、ね、優勝するのか楽しみです。はい、ニュージャパンカップ最後までついてこい。